ミッドガル第七歩兵連隊。それでは、タイを代表し、そこの3名、上がりたまえ。どうした？たった今、ルーファウス社長に指名された隊員たちが、壇上へと上がっていきます。ケレ！貴殿たちの力強いパフォーマンスをたたえ、ミッドガル第七歩兵連隊に社長賞を授与する。おめでとう。ルーファウス社長が隊員たちに意味合いの言葉をかけています。対する隊員たちは万感この者たちと直接話をしたい。放送を止めてくれ。はっ、はい、さっさと動かんか。駆け巡っているのかもしれません。どうなってんだ。すまねえ、ちょっと通してくれ。待て、見ろ。おいおい、何する気だ。せっかくの晴れ舞台だ。メットを取ったらどうだ。クラウドストライフ、素晴らしいパフォーマンスだった。さすが慣れたものだ。下がれ。しかし若、うん、クラウドストライフ、少々調べさせてもらった。なかなか興味深い経歴だ。気に入ったよ。そこでだ、私と取引をしないか。私はミッドガルの復興に集中しなければならない。市民の生活が元に戻らなければ、シンラは大いに信頼を失うことだろう。その事業に集中するために、面倒な雑事を切り離したいと考えている。どういうことだ。親父の代から引き継いだ負の遺産、本社ビルから奪われた古代種の奪回、奪われた研究素材の回収、そしてアバランチの逮捕と処罰、それらすべて私にとっては雑事だ。できることなら解放されたい。もう私たちを追わない、そう言ってるの？ああ、もっとも市民感情までは操作できない。しばらくミッドガルには近づくな。私ももういらない。シンラは変わる。取引だと言ったな。条件は？セフィロスを任せる。古きシンラが生み出したモンスター、過去の遺物、処分したいところだが、社内の調整が面倒だ。受けてもらえるかな。引き受けよう。手がかりはあるのか？
クロマントの連中を追う。いい線だ。あの人たちは何なの？あれはセフィロスの、言ってみれば分身。追えばセフィロス本人にたどり着く。北条博士の仮説だ。ああ、ここから登れそう。撃つからね。よし、集中。取引は成立だな。約束だよ。会社中に伝える？北条博士にも、タークスにも。ああ、もちろんだ。お前たちの答えか。いや、これは。なめるなよ、ドラエルども。バカ、ヒナを。襲撃者を見つけ出せ。襲撃者を捕まえろ。今のユフィだよね。多分。どうしよう。ここから離れよう。クラウド、ルーファースの野郎は逃げた。さあどうする。たった今クロマントを見た。港へ行くらしい。俺たちも行こう。警備がやばいぜ。強化された。変装でしばらくは行けるだろう。あんたたちは先に行ってくれ。俺は残って第7歩兵連隊を港から引き離す。一人で大丈夫？ああ、一人の方がやりやすい。隊長！港で会おう。お、うん、隊長、ご指示を。これは極秘情報だ。襲撃者はすでにアルジュノンに移動したらしい。俺はこの情報の伝令に回るから、お前たちは先行して捜索を始めてくれ。お言葉ですが隊長。襲
襲撃者とその仲間は我々に紛れ込むため遅くにも変装しているという情報があります。お一人では危険ですから我々もお供します。ミッドガル第7歩兵連隊は一心同体です。いや、襲ってくるものがあればたとえ同じ兵装でも敵とみなして戦うしかありません。ああ、そうだな。信用できるのは仲間だけです。港へ降りるリフトまで伝令をして回ったらアルジュノンに移動して襲撃者の捜索に合流する。ついてこい。イエスサー。